はい、速稼塾の久保です。今日ね、驚きのニュースが出てきました。もうここまで来るとお笑いなんですけども、ご覧いただいているように西村経済担当大臣ね、今日のギャグも冴えてますよ。夜だけでなく昼の外出も控えてくださいこれ正気とは思えないですよ。これがね、あのその辺の居酒屋のおじさんが言ってるわけじゃないんですよ。これ国を預かる大臣が言われてます。この大臣を指名した人にも何らかのユニークさっていうのがねあったのかなと思いますけども、皆さん夜だけじゃないですよ。昼の外出も控えてください。医療従事者の方、食品加工業の方、介護関係の方、トラック、ダンプ、運転手、そういう方も全員外出を控えてくださいということらしいです。まあそこまで意地悪な拡大解釈しなくてもいいんですけども、これ現実可能なんですかね。昼だけでなく夜の外出も控えてくださいということは、時短要請ってのは何だったんですかね。夜8時までは飲食店営業していいですよと、でも外出控えてくださいね店は開いてるけどスタッフさんも行かないしお客さんも行かないし、何なんですかねこれはね。こういうセンスはなかなかユニークでいいんじゃないですか。皆さんもね、この後ちょっとニュースの映像をつなげておきますので、ご覧いただければと思います。よろしくお願いします。昼間でも感染リスクは変わりません。夜だけでなく昼の外出も控えてください。朝も昼も夜も。西村大臣はツイッターで、湿度が低く乾燥しているため感染が広がりやすい状態が続いているとしています。その上で、昼も夜も感染リスクは変わらないとして、日中も含めた不要不急の外出の自粛を改めて呼びかけました。